夢ラジオ第四千四百四十二回今日は令和四年十二月二十四日土曜日です時刻は午後六時土曜の夜一週間で一番心落ち着く時刻今日はお昼晴れていて緑道走りに行きましたねとっても気持ちよかったランニングです。 7時からはオンラインの授業がありますがそれ以前の時間を使っての「夢ラジオ」です。回今回は「私の投資メンターはこんなタイトルでお話ししましょう」。「私の投資メンターについて」。メンターというのは教えてくれる人って意味ですから、まあ、投資の先生投資の師匠ということですね。 結論から言うとあの私は投資を、まあ、失敗しながら実際に自分で学んでいったということで、まあ、特に誰についたというわけではありませんだから何かのセミナーに行ったわけでもないし誰かに指示したというわけでもないんですよで失敗しながらこれまでも、まあ、いろんな投資やってきました、まあ、株式はもちろんあの不動産も金も あと海外投資ですね。で海外投資やればあの商品小麦とかあのそういうものにも投資がしやすくなりますから日本国内で小麦投資って難しいでしょ実は。けど海外投資をかませながら小麦への投資とかそういうものもやったりしていましたね。新興国への投資とか。だからまあいろんな投資はこれまでやってきた。 で今もそれなりにやってはいるわけですがそれは失敗もしけれどまあ失敗しながら次はちょっと改善していこう次はちょっと改善していこうとやってるうちにうまくもなりますよね。ただだだし、まあ、それだけだと投資メンターいうことでまあもうちょっと別なお話をすると直接のメンターはいないけれどね あの実はこの人の経済予測を見ながら投資してた時期が長かったね。っていうのは実はあるんですよ。この人の経済予測を考えながら、えー、っと投資を決めてたね。っていうのはねで何を隠そう。高橋洋一さんなんですよ。高橋さんはえー、っとさらば財務省という。そういうあの本をお書きになって、財務省を辞めて。 それでそこから大学の先生になられたりあるいはあの言論活動をしたりチャンネル桜にも何回もお出になってました今は「高橋陽一チャンネル」っていうあれであの非常に人気博していますね私もあの、まあ、全部は見てないんですけど、まあ、大事な話題かなという時には拝見しております。でその 高橋さんが財務省を辞めになったのがあれが2007とか8ぐらいだったんじゃないでしょうかでちょうどその頃、さらば財務省とであの本がベストセラーになってで私もあの本買ってお高橋って面白い人いるなとでそこからあの高橋さんの本ですね割とよく読んでましたでその高橋が自分の本の中で経済予測それなりにしてたんですよ。 あれを元にししててやってましたねあのこれから株がどうなるとか為替はどうなるとかその株がどうなる為替がどうなるそしてその理由は何何っていうのを聞いていけばじゃあ自分が今買おうとしている個別株ですよね自分が今買おうとしている個別株の特徴ぐらいはすぐに分かるじゃないですか。その個別株の特徴もそれに掛け合わせてよしじゃあ今買うべきだとかよし今は買うべきでないとか。 あのもうちょっと経ったら買おうとかそういうあの判断ができますよね株なら株であるいは不動産においても今は不動産うんちょっとやめとこうとかあれ今は不動産地方だったら買ってもいいとか今は不動産都心の不動産がこれから上がりそうだ等とう,とうですよ金も同じですだからあの高橋さんが何ヶ月かお金出すその本 その中には経済予測がありだからまあ経済予測のなさそうな方はパスしていたんですけどそれであの,一定程度投資の方向を決めていました、ね、今もちょっととそういういころがありますただしまあ私も投資は慣れてきたのであんまりその人の話は聞かなくても大体、えっと、基本的な数字見ればあのどこが上がってどこが下がってみたいなことはもうわかるのであんまり高橋さんをメンターにすることはないんですが。 昔はやってましたね。で高橋洋一自分でも言ってましたけど私の経済予測7割当たりますよとか指令って言ってたんだよねで実際私があのあのやってても「あ,あ高橋さんの言ってるのは当たるわ」と思ってでやってたんですよ。全部が全部当たるわけではもちろんありませんが当たる確率が高い7割っていうとね実は投資の世界ではこれ驚異的なんですよ実は。 だからあの7割も当ててるっていうならで実際私が見ててもあこれ正確だわと思ってそれであの参考にしてましたねだから放送の最初に言った投資メンターいないんだけどあえもちろん高橋さんもあのなんていうかね高橋陽一チャンネルでロシアの経済が直に ウクライナ戦争でボロボロになってロシアは値を上げるとかあるいはロシアがウクライナで原発攻撃するとかどう見てもとんちんかなことをおっしゃっているので「あれ?」とか「高橋先生大丈夫ですか?」とか言いたい時ありますけどまあそういうとこは目つぶって高橋さんもパーフェクトではありませんから大体の経済予測についてはね為替が今後どうなるとかあるいはあの政府の政策の背後にはこういう意図があるとか。 でその意図はあの未来においてどんなふうに変わっていくかここが大事だよね未来においてどんなふうに変わっていくかがあのこれからの投資に影響を与えてくるわけで現在の分析だけなら誰でもできるんですよ予測が当たるかどうかこれですで高橋さんの場合その投資向けに予測やってるんじゃなくて政府への提言ここが大事だよね政府への提言でそういう予測をやっていてだから当然高橋さんはあの投資家の皆さんと私のこのこれ当たりますから 参考にししててくださいいいななんて言い方はしない政府への提言として経済予測はこんな風になりますでそれをまあちょっと拝借して投資家の立場でちょいと拝借してというそういうことですよね。まあ、なんか高橋陽一持ち上げるようなそんな放送になってしまいましたが、まあ、さっきも言ったようにちょっと高橋さんの話は全部お飲みにすることはできないし。 特に経済以外の分野ではなんか結構あの外したようなことをおっしゃってますから。あのそこは注意して聞かないといけない。しかもこの経済予測によくあるんだけど、今まで良くても今からどうかはわからないんですよ。だから、私もあの今はこんなこと言ってるけどね。あのやがては高橋洋一さんの経済予測。もう全然当たんないね。みたいな。そんなことを将来言うかもしれません。それはわかんないんですよ。 ただ今までは高橋さんあの結構当ててるそれご自身が言ってるあの7割当たりますねって言ってるのもそれはあのまんざらじゃないわけですねで高橋さん自身も多分投資はやってないんじゃないかなもうあのご自身のお仕事で十分入るでしょうから切った貼ったの投資をやる必要はないだからだからこそというべきかその全体のマクロな視点から大まかな流れはこんな風になるというのを 数字使って要するに定量分析しておっしゃってくれるので、まあ、それを参考にしてで最終的には自分の判断で決めるというこういうことですね。まあ、今までは今2022年の暮れですけど今までは高橋さんまあまあ経済予測についてはあの外さずや,やられたかなとこれからどうでしょうか。それもあの これから次第ですよ。イメラジオ。今回は私の投資メンターはこんなタイトルでお話し,しました。ありがとうございました。